か。はい、それでは、はい、スペースシャトルに塩釜口で、ガンダム2on2始めたいと思います。皆さん拍手。はい、さあ、1P が二郎さんのガイル VS2P がハンモクさんのフランカー、フランクガイル、いきなり高カード。さあ、これは 0.5回戦、これに勝つと本戦のトーナメントが始まるということで、ガンダム2 on 2で始めたいと思います。はい、これだけはちょっとね、人数がちょっと奇数になってしまったので、奇数だとそれでブーストにするんで。さあ、そう思ってた間にハンモックさんが1番の取ってますね。これガイル側結構ブランド性分かってないと結構わからん殺しで殺されちゃうので、早いんですよね。残機ステージなので早いので、太陽系のガイルは結構厳しいかもしれないです。さあ、地蔵さん頑張ってほしい。さあ、このファイルグリードは結構ハンモックさん大事にしたい。先に行くか。さあ、地蔵さん頑張る。さあ、戻りにかぶあったな。ハンモックさん1回戦進出おめでとうございます。さあ、先ほどちょっと中断しましたけども、はい、本田さん対読み合い堂さんです。早速 D です。片方映ってない筐体からですけど、サイヤです。マオと二ちゃんが組んでおります。そちらもね、ちょっと今日は映らないでごめんなさいということで、向井本田さん、歩いてハートを出会って1段の目は読み合い堂パーフェクトということです。さあ、2段目、投げたいところをハードで追いかける。さあ、このゲームどう考えてもハードを乗り越えるしかないんですけども、ここのワンちゃんをこういうふうに追い返される。ハードでめんどくさい。さあ、ちょっとワンちゃん発生、投げに行くが通らない。中盤強い、前に通って投げ張り手で勝利読んだが正解になる。さあ、取ったの読み合いだ。さあ、さあ、対象を受けないということで、大した大会前しかやらないこの男、今日は大会前でもあんま来ておりません。いや、しかし強い。さあ、お手前もまあまあ、なんかスタンス的には対象をしっかり攻めてアドバンテージを取ってから逃げるみたいなスタイルが多いですが、さあ、バルセナ出してから大詰め。さあ、ローリング、これ当たると痛いんだよね、変だよ。取ったのはお手前。ラウンド2、ラウンド2、はい。今回はちょっとびっくりした感じ、赤ハート刺さって話が。さあ、この組み合わせね、大変そうだね、言うと思うけど、でも本当に今竜で勝ってる人いるからね、はい、いけるんでしょう。さあ、手がけがこっちで先に、おー、しかし勝利、勝ちますよ。この結局なんかめくり、どっちもめくりで勝っております。さあ、取り返したい読み合い堂。さあ、最終ラウンドですが、あ、大事目、お手前なんかダウンを取っていかないんだよね。大事目安定取る。さあ、いつの間にか虫の息。さあ、やるしかねえ。両角のボックスを両方に来たかったが、まあ、ダメージ軽減、左右直径でオペラへ。
なんかお互い噛み合ってない。さあさあさあ触って。ボディをしてサク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 。さあ埋め込みたまんから。さあこの体力さちょっと虫の息きつい。やるしかねえもう通らない。さあ1 1 これネオのまったり実況で申し訳ない。さあ最初ラウンド。さあバウスランナータッチ中盤に対してお互い口を切っている状態だけど距離を取り直して落ち着くのはオペ前。さあでも田坂もこっから行く方が2択目が出るかこれ。さあペナを離していない。さあズズシ投げて勝ったのはオペ前。オペ前チームが 0.5 回戦勝ちましたね。はい、1P 側組長さんの剣 VS 2P 側コウジさんのベガラスポー。さあ剣ベガ、さあ2人とも先鋒戦はやっぱり取っておきたい。剣はなんとか膝ループにしたい。ベガはなんとか捕まらずに指導戦に行くのか。ここまではコウジさんペース。さあ先出しのジャンプ大キック中キック、あれは上り中盤読みですね。まずはコウジさんの1本開幕波動。開幕波動最速のダブル2には負けるんですが、まあ、結構強い選択肢ではありますね。飛び越し投げでレクリアしっかりガードして、さあ割り切って勝利を打つ。さあ膝、あそこ膝のところに最後あまり引っかかっちゃうんですよね。回復が出なくてコウジさんペースだが、このリードはナイトメアが持っているので、空港さんまだ全然いけるぞ。さあ体しっかりしている。まず先鋒戦を制したのはコウジさん。はい、この一歩コウしております。はい、開幕。はい、おっと、温度が逆に。さ
ンガン行く、アメガジック、しっかり追い返す、もう半分取れたぞ。さあ、サガンとしめるか。しかし、こっからでも、いやもう一回ガルセット。さあ、追い返す、追い返す。さあ、どうしよう、一回中継だ、これは時間使った。あっと、これはやってしまった。一発の頭突きが命取りに。さあ、勝ったのは4代目スタート。さあ、影響対大将戦、魔王バルログ対4代目スタート。同じブルーを持っている2人だけど、人間的には全く逆。私4代目はこの魔王たちを倒すためにスタバットという情報も流れてるぐらいに彼らが憎たらしいらしいんで、なんとか倒せないと思って僕は。しかし3段繋がらない。さあ、ピョリだぞこれ。さあ、とりあえず要注意のアップロー、高のワイドアップ。さあ、ただハイクロー打ちたい。なぜか当たる。おかしいぞこれは。大キリン使っとったぞ。これはプレイヤーマジックなのか。さあ、しっかりテラーで落として、ドッターさん失敗してる。さあ、いつも通りのバッタさん、投げる投げる、むちゃくちゃにする、終わらず。さあ、気づくともない、投げて終わりのはずが、アパが出る。でも2番じゃないぞ。さあ、直せるか。さあ、もうあっという間に終わってしまい、魔王バルログ勝利。大将、ハンモックさん登場で、ブラックバルログ。これね、いけると思うんですけど、ブラッカー側がちょっと心が折れやすいんで、なんとか、まあ、ハンモックさんは心が折れるっていう表現を使わない人なんで、多分折れないんで一生。いけると思うんですけど、しっかり勝ちだ。対空出ないでガードしてしまう。さあ、まあ、バルログくね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 してるけど、何を狙ってるかはっぱりわからない。さあ、中弱の2ヒット、600点、安い。いろいろ文句言ってるけども体力がないぞ。しかし電撃が一気に当たると追われるぞこれは。しかし惑星でしっかり逃げる。さあ、スライディングでしっかり行く、回っていきます。ラウンド2、さあ1回電撃もしくはラウンド取れば何とでも勝負だる。さあ、しっかり見てローリング。さあ、当たるぞ。こうなるといけるぞ。おっと、つながってるのに投げに行ってしまった。欲張ったのか見えてなかったのか。さあ、またここでじわじわしてしばしば削りに行きたい。スプランカはリバロンが当たる。リバロンが当たる。下がりたいバルログ。さあ、削り体勢か。しかしバレていた。あんたでも魔王おとやまチームおめでとうございます。さあ、1回戦最後の試合ですね。さあ、2回戦に進出できるのは1チームのみ。さあ、剣山機、対照的にはかなり高ガードに見えますが、さあ、宗さんも自分残機使うんで結構心理が結構分かってるんだよね。対戦したらもう弾きを装備してるので、この男だけは油断できません。さあ、ショナヤドロー。さあ、トリッキーな動きも宗さんのいいところ。さあ、ここはスクリーンを許さない。100番竜巻から素直に投げに行く。まずは宗さん。さあ、宗さん動きいいですよ。ただ内緒に伸びちゃがいるので、ね、安心してここやってほしいですね。さあ、タッチパンチ。さあ、ラリー、ここは冷静だった。ガス、惜しみなく出す。やはり1ラウンド取ってると結構大胆なことができるので、ここはラリーで避けて、さあ、全身に一文字置いてある。さあ、ここはタッチスクリュー。さあ、起き上がる。全部当たっている。全部当たっている。さあ、まだここからワンスクリューで締めるので、さあ、分かんないよ。さあ、どうする。なんだ、立派なバグった。勝ったのは宗さん。はい、出てくるのは大将のぐちゃの竜。さあ、開幕前ジャンプ、ここも許さない。さあ、まあ、急性度はやはり高いのぐちゃん。さあ、いい波動を切る。さあ、宗さんは一人倒したので、だいぶここメンタル的な余裕ができているので、ドンピシャ。さあ、大満電波は入んなかったか。さあ、2回目はさすがに入れる。まだ分かんないぞ。さあ、ここは鎖骨を読んで勝利を出したが打ってなくって、
昇竜が好きに上り出す大キック、まだのぶちゃん、さあ、ポップ、開幕トップスポットで勝利を誘っている。逆勝利出てる。さあ、なんか投げになってる。勝利拳だけど投げになってる。2ラウンド目は宗さん残って。さあ、宗さんここで決めれるか。さあ、開幕前ジャンプを取っている。これはかなり太い点数で勝利投資いった。さあ、ここはお互い決めに打ち合って。さあ、真空が止まるまではかなり印象感で、さあジャンプでキック当たって、さあ大キック当たって、さあ蹴り込み勝利、うお上り中盤のぶっちゃん体育が失敗した。さあこの決め打ちだが、どん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 、なんかすごかったじゃん。勝ったのはのぶっちゃん、大将の佐々木さん龍龍、はい、1回戦最後の最後戦です。さあ対象対決出てくるのは佐々木さんのリル、もう主役が来てくれました、ありがとうございます。さあさっきのもやっぱり大会って感じの本当試合になりましたね。お互い大勝利が叱るというかなりトリッキーな動画になりましたが、俺も大会だと思います。さあここまではのぶちゃんペースで試合を運んでいて、ダウンからここは中盤足払いハードでしっかり画面端、メイクがそれからバックを負傷したのかな。さあ進行まで投げに行くが投げを入れたかい。さあお互い進行持ってるぞ。さあノットだが、写真受けなくて、そのまま進行打ってくガード差していく、佐々木ちゃんを逃げるか。さあ歩き出し勝利いったんですが、中足が置いちゃって、さあまずは佐々木さんリーチ、あのぐっさんにも頑張ってほしい。さあここも前ジャンプ許さない。ああいう飛びも大事ですね、大会は通ればかなり有利になるので。さあ竜巻昇竜、これは返しづらい、ちゃんとやれば一連に中足を倒させるんですが難しいですね。さあここダウン、ただ進行が止まってるのぐっちゃんの方。さあうまい踏み込み中足波動、ここはしっかり押して、さあ画面端にシンクアドで、さあ最後のアタックどうする、波動がシンク打っていく、のぶっちゃん割り切った、これは力強い。さあファイナルラウンド、さあお互いかなり動きがいいです。さあ足払いでアドフェン、さあ6度目です、6度目です、立ち上がるのはチームのみ。さあ会場は息を飲んでいるぞ。さあ中足真空打ち切り、ただダメだ、リードは取っていないのぶっちゃん、中足置いてある、真空止まったが、さあダウン取ったぞ。さあ分かんねえ、つながっている、勝ち上がれば佐々木さんチーム、おめでとうございます。本田戦だぞ。さあこの本エクバルドルに本田でいけるのか、やはりこのバルドルはやっぱりなかなか捕まらないし、やっぱりリード取ってからはやっぱり守り方がうまいですね。また真央とは戦い方は全然違うんですが、もうどっちもやりづらいですね本当に。さすがのオペマイさん本田戦、さあこのバルドルで本田で勝つとやはり来るか、さあ、モテオマネ頑張ってほしい。さあ、見てからテラテラ。さあ、爪が立って、もう100回で逃げるが、しっかり爪で。さあ、カウント減らしたぞ。さあ、ダメージリードは、一緒ぐらいか、若干バルトぐらいに見えますが。さあ、リードした。さあ、うわぁ、読みが悪くなった。釣りを見せらない。さあ分かんなくなった、分かんないぞ、お互いドットだぞ。あー惜しかったですね。
勝ったのはお手前さん、やりとしましたが、出てくるのは大将宮宮さんの X3。 さあ龍馬力、さあバルドリも大会の龍馬嫌でしょう。龍馬でももっとバルドリは嫌です。さあ勝利が出てきて、さあ寄ってしまう、ポンポンいけるか。さあここハイクロで安定した、あそこに行くと勝利とかもらっちゃう可能性があるので、結構オペさん冷静でしたね。まずオペライトン、さあ3回戦に近いだろう。オペライさん、さあ先出し、憎たらしすぎる。さあ評価で、この下評価でも分かりません。さあ中ズビが邪魔すぎる。さあ立ち中ズビ回復して、さあ今かい、そこ勝ち上がりはオペマオチーム、おめでとうございます。さあ次行きますか。ザ・スーパースター・スタちゃんチーム対ムネ・佐々木チーム。さあ先方スタちゃん対ムネ、さあ龍拳対決。さあ飛び切りにマッチだろ、ダメージすげえゲーム。さあそして次は僕龍拳ハマスイール、まあ、ゆっくりしてる感じだけど、お互い一発狙いに行くスタイルなんで、まあ、こうなると絶対ほど打たないはずなんだけど、打って止まれてる。まさかの2ヒット、ハンザキヘッドハウンで真空打ち返す。あんなじわじわしたのに気づくと入る同時、お互いスタンオーケージもない。さあここはハドを打ち合って食べる。さあしかし画面をゲンが押していくぞ。しかし龍がもうチャージ完了。さあ対空結局飛ばして落とす。お互いスパコンを使ってしっかり体力を作ったらですね。さあ今度は回るか、まだ歩いてる。さあ勝負させて、しかもゲージを食べにく、画面端を背負う感じで体力は気にしない。さあしかし剣もゲージ結構溜まってるぞ。さあおっとワンピンに入ってしまった。これは何かが起こるか。さあお互いする、またゲームが溜まってるぞ。ゲームはジャンプ、龍馬波動に狙いに行きたい。さあまたじわじわし始めて、お互いワンチャン狙いに行くぞ。飛びが通る。おっと4段ジャンプ、さすがに波動を踏んでしまう。さあ龍馬が壁当てを飛んで、ゲージをプレッシャーかけながら押していく。おっと一文字悟ってじわし勝利で狩る。さあ見せます胸。さあ最終ラウンド、さあセッターの受けにバタール、この流れは1ラウンド一緒か。さあ今止まる、一歩たまる。しかし体力差がつきすぎているぞ。バコンが当たって5分ぐらいか。ゲームはさあ狙いに行く、やはり狙いに行く。しかしそこは打たない。一ラウンド目とは違うと警戒してるんだぞと。さあ2ラウンド目残り取ったか。さあ冷静に中和してダウン、ダウン勝利です。さあ大将戦法、大将佐々木さんの竜、先ほどのおぐちゃんを倒した竜なので、ま、シャトルの竜を全部張るつもりは。しかし先ほどのように牽制と同じように竜巻で回りながらゲージを貯めて竜と画面端。さあしかしこっからさっきまくったぞ、まくりの幅際。しかしシンク見てから打つ、見てから打つ。さあ2ラウンド目火力波動打つ。さあ勝利を警戒してるか。おっと受け取れてない、ちょっと打たないか。さあちょっと流れが悪いか、この流れは1回戻したい。しかしもうチャージ完了。おお踏み込んでいく。さあなんかあっさりサクッと終わってしまって、勝ったのはスタちゃん。さあスーパーサチームおめでとうございます。決勝、勝ち上がり決勝戦、ランダム2オン決勝戦始めたいと思います。さあランダム2オン、誰でも優勝できる可能性があると歌った大会、気づくといつもの4人、はい、なんかこれ運命終わってるじゃないかっていう愚痴を言いたくなるの理由ですけど、まあ、強い人が勝つっていうのはね、まあ、当然のことかもしれないので、でもそこに運が絡む。
さあその運はどちらにこの決勝向くのか、実力で勝つのか。さあバルドクちょいリードでハイクロスコルク、ちょっと足上げしてく。さあ龍が強くいく。まずは2つ目の龍が選手、スタンかちょっと分かりづらいですけどね。しかし一瞬で変わりますんで、壁に飛んで展開をこじ開けに行く。壁前バルテロなんか当たる、密着から投げ、まだ飛んでくハイクローでヘッドして、シングルしっかりガード。さあお互いちょっと一旦落ち着いて、しかし飛びに大丈夫。あーっと詰めて抜けるね。竜巻が当たる、暴れる。まさかのドローかな。ドローですね。粘ります。ハイクロー当たってる。スライディング2発でこのダメージ、減りすぎだろ。どう考えても中5戦1度としか減らない。削りとしたスライディング落として、さあダイモスクラ投げか。今のはバルドが投げていく。さあ早い展開でバルド取り返す。最終ラウンド、ファイナルラウンド、ハイ。さあおっと今度は地上からゆっくりコースを見せかけて、ダウンドからすぐバルトが投げれない。勝利が出る。おっと勝利が出る。おっとあっさり勝利を自らあっさり持ってかれる。さあ決勝戦第2試合、大将魔王対先鋒ペマイ。大変なツーラーでつぶつぶしていく。さあバルバルどうやら多分俺オッペ魔王しかわからない話ができちゃうんで、あまり伝えてきます。これは壁飛んでライキックで打ち取る。とりあえず腕を取れば OK。 しかし画面端からずれる。おっとハイクローで返してく。これは新しい。さあ林していく。林さん結構上手ですからね。さあ上取れくる。なんとかねダウンを取って壁に飛んでいって、上から壁線。さあオッペがいつも潰していく。手前のチュアがあるわ。さあバウがおっと投げる。壁バックジャンプで返す。この辺はセオリーですね。おっと前チームか。さあ上おっとチューキックか。今のさあ壁飛んでだいぶああいう姿勢の、あっと魔法かってしまう。さあ大将戦、じゃあスーパースターバイソン対バーバルグ。バイソンバルグ、僕が見てる東大戦ってのはスターさんが結構勝ってるイメージがあったんですけど、まあ東大とかがやっぱりバウドが勝ってるという話を聞きますので、それがどうなるか。さあ判定クレンジで3発当てて画面端。さあバウ暴れない。おっとスパコンにはスパコンで返していくか。そしてどうする。おっとタイミングくれたか。ダギリヘッド大キック当たる。暴れる暴れる。宣言させる。あっと早出しをしゃがみじゃくじゃく倒していく。さあ開幕中するとするとさあ下は中する。おっとジャパン、あっと重ねたから抜けていく。さあ中中、さあ体力半分戻れる。画面端、これは辛い。しかし下段を投げていく。おっと反応していく。おっと暴れてないか。さあ仕留めるか。仕留めた。逆に出てしまった。魔王勝利。はい、とりあえずウィナーズ終了になりますので、今からまた排出だから巻き上がりトーナメント開始しますので。